アクオス R コンパクト SHV41 で文字入力の際のキーボードのご説明をします。12キーボードは携帯と同じ配列のキーボードです。 QWERTY キーボードはパソコンと同じ配列のキーボードです。12キーボードから QWERTY キーボードに切り替える方法をご説明します。文字入力画面で設定キーを1秒以上長押しします。指を離さないまま上へスライドします。 QWERTY キーボードのアイコンが選択されていることを確認し指を離します。これで切り替え完了です。 QWERTY キーボードから12キーボードに切り替える場合も同様に設定できます。続いてキーボードのカスタマイズ方法をご説明します。入力画面で設定アイコンをタップします。表示キーボード設定をタップします。詳細設定をタップします。ここからキーボードの高さ、幅寄せ、後方表示の行数、ガイド表示の有無、スキンのデザインを変更できます。キーボードの高さは7段階で設定できます。変更したい場合は高さの右側をタップします。任意の高さを選択し設定完了です。幅寄せは片手で入力できるように右利き左利き用に左右に幅寄せが7段階で調節できます。候補は入力履歴から入力した文字の候補を表示する行数をカスタマイズできます。1行から2行で設定できます。表示ではキーボードのガイド付きシンプルから選べます。スキンではキーボードのデザインを3種類から選択できます。キーボードをカスタマイズしてアクオス R コンパクト SHV41 をお楽しみください。